こんにちは、CRD です。10月も後半に入りましたけども、まあ、この10月が終わればあとは11月12月ということで、今年は2ヶ月を残すのみとなってます。でその11月12月スニーカーの、ね、リリースの中でも特にナイキの注目作がすごい多いんですよね。トラビス・スコットの新作も出ますし、エアジョーダン2も出ますよね。最近僕はね、考察であるとか知識系の話も多かったんですけれども、今から年末にかけてたくさんの注目スニーカーがリリースされる予定なんで、そういったものに関する深掘りもね、これからちょくちょく入れていこうと思います。でそんな年末商戦をね、賑わすようなスニーカーいろいろリリースされていると言われている中で、来月11月の19日に発売されると言われているのがこちらですね。ナイキエアジョーダン1、レトロハイ OG、 ロスト&ファウンド、カラーウェイはバーシティレッド、ブラック、セイル、マスリンですね。これもかなり前からね噂されてたもので、ついに今年のですね11月19日に発売が決定しているということで、価格は180ドルということで、日本の定価はねまだ出てないんですけども、おそらく2万円台に落ち着くかなと思います。まあ皆さんね、言わずと知れたシカゴカラーということで、ほんまにみんなまで言わんでもええぐらいの定番スニーカーのですね、エアジョーダン1、その中のシカゴ一番人気のカラーですけれども、まあ人気といえですね、持ってる人が極端に少ないのもこのエアジョーダン1 OG のシカゴなんですね。一番最初にね発売されたのは1985年、マイケル・ジョーダンのルーキーイヤーに発売されたモデル。この当時はね人気はそこそこあったみたいなんですが、作りすぎたということでですね、ワゴンセールになる時期もあって、スケーターがすぐボロボロになるからってことで、これね練習用のスニーカーとしてね、スケシューとして履いてスケボーしてたという話がありますけれども、それぐらい雑に扱われてたシカゴですが、今ではめちゃくちゃ人気でプレネが絶対につくスニーカーになってます。過去には94年、2013年、2015年と復刻をされてきたんですけれども、今回のこのロスト&ファウンドはまた違った感じになってるんですよね。それがこの最近よくある加工なんですけども、ヴィンテージ加工ですね、エイジング加工とも言いますかね、経年劣化したような仕様になってます。アッパー全体のペイントがひび割れの加工になってたりとか、アウトソールの部分はですねブルーム加工といって、アウトソールに使われるゴムの中の成分がですね経年劣化により分離してですね、こういった白い模様みたいな感じになるんですけれども、これを再現して元からこのブルーム現象が起こってるようなですね、ヴィンテージライクな見た目になってるということですね。今回のはねそんな感じで、要するに派生系というか、ちょっとねシカゴの別バージョンって感じなんで、シカゴの復刻というよりはですね、ここに並んでるようなですねシカゴ亜種というんですかね、その系譜に名を連ねるというふうに思って捉えていいんじゃないかなと思います。いろいろ好みはあると思うんですけれども、とはいえシカゴなんですよね。ほとんどのジョーダン好き、ナイキ好きがですねシカゴカラーのエアジョーダン1ハイっていうのはね、本当にもう注目の的だと思います。待望の発売ということでね、期待が高まるのはね高まってるんですけれども、バックドアやっぱり起きました。まだ発売前ちゃうんかと思うんですけれども、そんなことはお構いなしにですね、抜く人は抜きます。どのように抜かれたかっていう話をね、今日はしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずですね、このお話をする前にですね、今回のこのロスト&ファウンドの速数についてねお話をしたいと思います。このロスト&ファウンドはですね、もともとはリイマジンドっていう名前でリークされてました。その時にね僕は動画で出したんですが、こちらなんかちょっと違うぞと、なんかこれじゃない感があるぞというふうに言ってたやつなんですけれども、この時ね僕が動画出した直前ぐらいまではですね、普通のシカゴの復刻をされるというふうに言われてたんですけれども、前段でお話ししたようにですねヴィンテージ加工されている、ちょっと違うタイプのモデルだったということが判明したわけですね。でその後ですね、このロスト&ファウンドがめちゃめちゃ速数多いんじゃないかっていう話がねたくさんいろんなところでね回りました。特にスニーカー系のねリークアカウント、インスタグラムとかでこういうの見たことあると思います。だいたい海外ではね今回のこのロスト&ファウンド50万足リリースされるっていうふうに言われてるんですね。50万足ですよ、すごい多いなって思うと思うんですけど、例えばですねこのダンクのパンダありますよね、大人気なんで皆さんね周りの人でも履いてたりとか自分も持ってたりする人いると思うんですけども、これ日本だけじゃなくて本当に世界的に人気なんですが、これの累計出荷速数ですね100万速優に超えてるそうなんですよ。ファッションメディアのハイスノバイティではこのパンダがね新しいエアフォースワンだっていう風に言われてるんですよね。エアフォースワンはね世界中で一番売れてるスニーカーと今ね現在言われてるんですけれども、このパンダダンクがそれになり変わるんじゃないかみたいな話を言われてるんですね。でもこの100万速優に超えて出荷されてるパンダなんですが、これね未だにちょっとプレネついてるんですよね。ナイキの売り出し方もうまいんですけどね、まあ、このパンダダンクに関してはまた別でお話ししたいなと思いますけども、要はですね人気のスニーカーに関してはこれだけ多く作られててもですね余るってことがないってことなんですよ。だから今回ロスト&ファウンドが50万足出荷されるってもしなったとしてもですね、それ以上出荷されたとしてもですね全然手に入らへん可能性あるってことなんですよね。
そしてサムネにもある通り、これがバックドア、もうすでにされているという話なんですね。今回発売前にバックドアがバレたのが、フライトクラブです。まあアメリカのねレアスニーカーを探すんだったらここみたいなね代表的なスニーカーショップなんですけども、ここがね、バックドアしてたということで SNS 上で拡散されまくっているというふうな状況ですね。でその写真がこちらです。これがバックドアの現場だということで、でこれ詳しく話すとですね、フライトクラブがねバックドアをしてるっていうんじゃなくて、おそらくバックドアで、得たであろうこの大量のですね冗談ワンをですね業者がフライトクラブ宛てに配送するところのね写真だそうなんですよ。昨日コメント欄でもご指摘があった通りですね、フライトクラブに関してはですねナイキから直で下ろしているところじゃないんで、フライトクラブがナイキから仕入れたものをどっかにね、バックドアして売るってことはないんですけれども、その逆ということでね、フライトクラブにこれは業者がね売りに行ってたという風な話なんですよね。まあどっちにせよですね11月19日発売ということで、まだ発売前のスニーカーがフライトクラブに送られるっていうことはですね、何らかのルートを経てですね、通常ではありえない方法でこのね、シカゴのロスト&ファウンドを手に入れているってことは間違いないんですよね。でさらにこの写真、結構奥が深くて、フルサイズランっていう名前のねソウルコレクターっていうスニーカーメディアが主催してるスニーカーのトーク番組みたいなのがあるんですけども、そこでホスト役をやってるブレンダンがですねこの写真のある点に気づいて、実はねこれ、普通のバックドアとかナイキから横流ししてもらったレベルじゃないって話をね展開してるんですよ。それがねブレンダンのツイッターの方でね、ツリー状にして展開されてるんですが、一部抜粋します。ブレンダンが注目したのはこの写真のこの段ボールの部分なんですね。この段ボールにはですね今回の AJ1 ロスト&ファウンドのスタイルコード、まあ、スニーカーのモデル番号みたいなもんですね、それが書かれてあって、さらに数量番号も書かれてると。この QTY っていうのがその数量なんですけども、6って書いてるんで多分1箱の段ボールで、6足入ってるんじゃないかなと思います。サイズはね普通にサイズだと思うんですけども、この上のところに AFS って書いてます。これはねどこに出荷するかっていうことをね、示してるそうなんですが、01000っていうのはこれは北米地域だそうです。そしてここからがね注目すべき点なんですが、ブレンダーが言うにはですね、このラベルの下の方にですね2行よくわからない数字とか書いてるんですけども、これがナイキからですね卸を受けている小売業者の工場発注番号、それと顧客発注番号だそうなんですね。ということはですね、素人目に見た僕ら何かわからないんですけれども、卸元のナイキだったらこの発注した工場や、小売店がどこかっていうことが判別できるそうなんですよ。要は尻尾を掴んでるわけなんですよ。あとはナイキがどうするかっていう感じらしいんですけども、ブレンダンが言うにはナイキは小売業者とですね転売したらあかんぞとバックドアすんなよっていう契約をねしてるそうなんですよ。しかしですねナイキの営業担当が小売業者から賄賂を受け取って、バックドア用の製品を流すことがあるそうなんですね。ナイキの営業担当は小銭を得ることができて、転売業者はバックドアで得たそのスニーカーをフライトクラブに売って、利益を得ます。でフライトクラブはですね僕ら消費者から利益を得るわけなんですね。ということはですね僕らスニーカー好きの一般消費者にですねその付けが回ってくるということなんですね。そしてブレンダーはねツイートの中でこんなことをね言うてるんですよ。これらはナイキのスニーカーの配達ドライバーによってくすねられたものなんじゃないかっていう仮説をね立ててるんですよね。つい最近もありましたね、配送業者がね、ナイキのスニーカーをスティールしてたっていう話ありましたけども、今回もそういうことがあったんじゃないかっていうことをね言ってるわけなんですよね。まあここまでの話はね、ブレンダーの何か確実に証拠があるわけじゃない、憶測の話ではあるんですが、ブレンダーはソウルコレクターとともにですねコンプレックスマガジンでもですね仕事に関わってるんですよね。そのぐらいこの業界ズブズブの人間が言ってることなんで割と信憑性高いなと僕は思ってます。だから実はね思ったよりもこの話って根深くて、ただのバックドアっていうよりもですね犯罪の匂いもすんぞと。しかもねこれをフライトクラブに売るということで、これフライトクラブ側はねどうなんでしょうね。だって盗品かもしらんものってね日本では絶対ダメですけど、アメリカとかでもね普通売っちゃダメ買っちゃダメなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ何せよねこんな、本当に有名なショップがですねこういったバックドアの商品を取引しているというですね、まああるやろうなとはもちろんね思うんですけど、そういうこともあからさまにこうやってリークされてしまったらちょっと萎えてきますよね。アメリカのバックドアって、まあ、もちろんね批判されまくることはあるんですけれども、日本に比べると大広げにやってるっていうのはありますよね。堂々としてるというかね、もう別に許されたことではないんですけど、割と普通にやってるなって感じはあります。まあ、今回はね、50万足とも100万足とも言われている、ロスト&ファウンドなんですけれども、これはね全世界での足数ということで、日本に何足入ってくるかっていうのは全然わからないんですね。バックドアでもうすでに、何パーセントかは消費されてしまって、価格の釣り上げにね、これが作用するんじゃないかということでね、幸いねこのロスト&
ドファンドに関してはですね、市場調査アカウントみたいなねあるんですけれども、そこがね調べたところによるとですね、その時のね円相場にもよるんですけれども、おそらく、プレネをね日本国内では5万円台ぐらいまでで落ち着くんじゃないかなと思います。まあもしかしたら6万円とかいくかもしれないですけどね。なんせ来月に控えてますからね、プレネで6万円って結構きついでしょう。やっぱりねそれ考えると年末にかけての出品もね多いと思いますんで、定価でゲットしたいとこだなと思いますね。僕が出した動画でナイキがね転売対策を行うって話をしてましたよね。この中で言ってたみたいにですね、やっぱりバックドアって絶対なくならないと思うんですよ。人の手に渡ったものってその人の気分次第というか采配次第でどうにでもなるじゃないですか。だからまあまあ根絶は絶対無理やなと思います、転売は。まあ仕方ないかなと思いつつですね、さらなるバックドアのですね流出を抑えてスニーカーズでの販売速数がたっぷりあることを僕は、祈りたいなと思います。はい、ということで今日はですね、エアジョーダン1のロスト&ファウンドが、早くもバックドアで流出してしまったという話をさせていただきました。まあね、いろいろ、これからね情報も更新されていくでしょうし、販路とかもね日本で具体的に決まってくると思います。おそらく日本ではねスニーカーズ、あとまあ小売店、そういったところでもね、売られるとは思います。発売延期とかねそういうことにはならないと思いますけれども、最近ね転売対策、ボット対策してるナイキにとってね、今回の小売店による裏取引、バックドアについてはどういう風に映るんでしょうね。ちょっとぐらいならね目をつぶるかもしれないんですけど、話題にもなってますんで、これを受けてナイキがですねフライトクラブに注意するのか、どのような動きを見せるかっていうところもね僕は今後注目していきたいなと思います。まあ日本ではこんな大手がねバックドアを大々的にやるってことはねないと思います。日本に直接影響はないかもしれません。日本の分はね確保されてて、それは動かないかもしれないですが、日本の中でもね小売店によるそういったバックドアとかもあるかもしれませんし、今後付きまとっていく問題かなと思いますけども、皆さんの意見も何かねあれば聞かせていただければと思います。今回の、この件について何を思うかというコメント欄で教えていただけたらと思います。あとねこのロスト&ファウンド皆さん狙うかどうかも教えていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。風が通り抜けるアウトサイドインサイド素足みたいな感覚フリーダム1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー混んでも吐くサンダルアングスーツで決めるサンヤルアングアング